人間の発骨死体発骨化とは、硬い骨を持つ、脊椎動物の死体が長期間放置され、腐食や風化をした結果、皮膚や筋肉、内臓などの組織の大半が抜け落ち、ほとんど骨格だけが残された状態のことである。海などの塩分濃度の高い水の中では発骨化が急速に進む。死体が発骨化するまでにかかる時間は、人の場合、 不肉食動物による死体の損壊や、周囲の環境にも強く影響されるが、地上に放置されていた場合、夏場では1週間から10日、冬場では数ヶ月以上かかる。乾いた途中に埋められていた場合、大人で7から8年、水中では夏場で2週間、冬場では1ヶ月で、頭蓋骨の一部が露出する。また、骨格標本を作るために意図的に死体を、 発骨化させる場合には、炭酸ナトリウム1%の水溶液につけて、沸騰させないように煮込むと比較的短時間で発骨化させることができる。骨を痛めることなく、骨の中にある油や雑菌を取り除くことができるため、保存性が良くなる。その他の方法ではどうしても骨が痛むため、骨格標本には向かないことがある。なお、 白骨化と称されてはいるものの実際の色は必ずしも白くはなく保存状態が悪く骨が傷んでいる場合や埋葬時期が古い場合は土のような色に変色してしまう。白骨化は骨を持つあらゆる生物に当てはまる状態であるがニュースや新聞では特に何らかの事件や事故に巻き込まれて行方不明になっていた人物が長期間発見されず発見された時には骨だけ あるいはそれに近い状態になっていたことを指して、端的に発骨化という言葉を用いる。発見された遺体が発骨化していた場合、発見されなかった期間にもよるが、衣服や持ち物もすでに原型を留めていなかったり、散逸していたりすることも多く、それらが身元を特定する手がかりになる可能性は低くなる。殺人事件の場合など、意図的に遺体がその場に、 遺棄されていた場合には、犠牲者の身元が特定されるのを恐れて犯人が、ほとんど裸に近い状態にしてしまったり、遺体の一部を切り取って別の場所に遺棄することもあるため、ますます身元の特定が困難になる。そういった場合、骨格の特徴から、法医学による鑑定が行われたり、頭蓋骨あるいは上顎か下顎の一部があれば、法医学の一分野である。 放射学による鑑定が行われたりしてきた。遺棄された遺体は発見されなければ、遅かれ早かれ確実に発光化してしまい、発光化した遺体から身元を特定することが困難になるばかりでなく、死因を特定することさえも困難になる。そのため、事件なのか事故なのかも判別できない上、骨に蓄積する毒物などが検出されなければ、自殺なのか他殺なのかも特定できない。 従って、事件の露見を恐れて、死体を隠蔽しようとする積極的な死体域と死体損壊は、極めて悪質な犯罪である。戦争や内戦などによって死亡した兵士や、戦闘の巻き添えになった民間人の遺体が、長らく回収されず、そのまま戦場で白骨化してしまうことがある。特に、異国で戦死した兵士の遺体の回収は、絶望的であり、戦争が終わった後も、 戦場となった国が他国民の入国を拒んで遺骨収集がすぐには実現しないことも多い。敗戦した場合は戦場となった地域が他国の軍隊に占領されてしまい、もともと自国の領土であった場所でも遺骨収集のために立ち入ることができないことも珍しいことではない。状況が変わって遺骨収集が実現した時には遺骨が完全に散逸していたり、 無数の遺骨が一箇所に集められていたりして、どの骨が自分の家族のものなのかは知る術がないことがほとんどである。戦争では何百、何千、時には何万というおびただしい数の人が死亡するため、長期化を防ぐために一人一人について鑑定が行われることはまずない。骨格のかなりの部分が残っている場合は、骨格の様々な特徴から、 性別や年齢を判別できる。男性の骨は凹凸が多く、女性よりも筋力があるため、女性の骨よりも長く厚いという特徴がある。性別の判定には、性別判定式という数式から求めた値が、限界値を超えた場合は、男性と判断する方法もある。また、骨折が治癒した箇所は独特の隆起が見られるため、個人を特定する手がかりとなる。 外科手術で骨髄内釘、骨ネジ、骨接合プレートなどの治療器具が骨に取り付けられている場合は特に重要となる。また、古くから歯型や虫歯の治療根などが手がかりにされてきた。死がから個人を特定する方法を研究する学問を法子学と呼ぶ。近年では DNA 型鑑定も行われるようになり、骨からでも DNA を採取することもできるが、 日本では DNA のデータベースそのものが少ないため DNA だけで個人を特定することは極めて困難である。その場合は主に親族の DNA と称号するという手段が取られるわけであるが遺体の人物の身元に全く手がかりがない場合誰の DNA と称号すればいいのかもわからないため DNA 型鑑定が必ずしも身元特定の決定だとはならないこともある。 人間の場合の死体現象。死後経過時間も参照。この他、脳死とされた患者に見られる。ラザロ長考。通常は、極端な状況や、感情のもとで死亡した場合に現れる、死体硬直などの現象がある。砂地の場合、火器でも完全発骨化に発火。参考。鈴木直著。日本人の骨岩波新書1972年。 P47-ABC 法医学講義個人識別関西医科大学法医学講座関西医科大学大学院医学研究会科学専攻社会環境医療系法医学生命倫理学研究室2008年8月17日閲覧ありがとうございます